どうも、お疲れ様です。ムラヤンです。と言いましても、まだお昼なんですけれども、今日は、宅飲みは、昼飲みと、させていただこうと思っております。本日のあては、まあ、神戸でおなじみなんですけど、いすゞベーカリー、パン。こちらの方で、ちょっと軽く、食事兼に、宅飲みをしようと思ってます。こういった、なんかパンを食べてきました。まあ、これに合わせる、ビールの方が、朝日、贅沢ゼロ、糖質ゼロです、やはり。こちらの方になります。よいしょ。暑くなりましたね、本当に。急に暑くなったんで、ビールが最高ですね。じゃあ開けまーす。また泡立たないように。オッケー、ちょうどいい感じの泡になりました。じゃあまあ、まだお昼なんですけれども、今日もお疲れ様でした。乾杯。おいしい。何だろうかな。なんかカレーパンと、なんかホットドッグみたいですね。ホットドッグと、あとは、これはエビクリームコロッケパン。いや、カレーパンいただこうかな。しょ、こんな感じです。カレーパンいただきます。うん、おいしい。とうとうお盆の連休ですね。皆さんどうされてますか？私は相変わらず関係なく仕事です。まあ、仕事があるだけいいかなと思っとかないとダメですけどね。でも最近まだあんまり明るい話題が出ないですね。まあ、病気の件もそうですし。今日驚いたのが、コロナが、犬、ワンちゃんの、検査したところ、コロナの感染してたと。ちょっとそうなるとね、まあまだ、犬から人へとか、そういったものは、報告はないんですけど、まあそれよりもね、ワンちゃん同士ね、結構、コミュニケーション、散歩とか連れてったら、結構しますんでね、もうワンちゃん同士で移し合ったら、それはまずいなと。ね、愛犬家の人も多いですし、と。今まで以上に、気をつけないといけないことが、なんかとても、増えてきてしまうかな、というのがちょっと驚きでもあり、心配でもありますね。まあ、早く治ってくれてね、広がらなかったらいいんですけどね。まあ今、帰省も、まあ帰省ラッシュかな、お盆で帰っていると思うんでね、まあ気をつけておかないと、ね、せっかくできるだけおとなしくして広がらないようにしてるのにね、これで広がっちゃったらまたそれはそれで、うん、辛いなと思いますからね。でまた YouTuber かなんか逮捕されたってね、まあ
何をやってもいいわけじゃないんでね。きっと本人は、悪気があったっていうわけではないと思うんですけど、まあ、海外の方ですけどね。なんか、銀行強盗をした、した後のような感じで、装って、まあ、逮捕されてしまったと。まあ、日本やったらね、まだ笑い話で済むかもしれないんですけど、海外だとね、本当に撃たれる危険性もありますからね。その辺ね、まあ、撃たれなくてよかったなと。まあ、逮捕はされても、まあ、その程度で済んだやったら、まだ、ね、厳重注意されるぐらいで済むかもしれないですけどね。気をつけとかないとね。結構神戸に住んでると、パンって結構、好きな人が多くて、私も昔からパンは好きなんですけど、特にこの、いすゞベーカリーさんのパンは大好きでいて、いろいろとね、昔から、楽しませてもらっている、店なんですけど、まあ、菓子パンも好きなんですけどね、こういった惣菜パンとか、こういったもの大好きで。まあ、ご飯派なんですけどね。うん。おいしい。まあ、今日はたまに休みなんでね、まあ、ちょっと午前中だけ働いてきましたけど、まあ、昼からね、こう好きなもんで、おあてに、ビールが飲めるというのも、なかなか、おつなもんですね。まあ、外に出たいという気持ちもあるんですけどね。まあ、この際からゆっくり、家で、まあ、涼しいところでですね、楽しく飲めたらなと思います。うん。他の、YouTuber さんの、宅飲みもそうですけど、食べ歩きとか見てたら、すごい、楽しそうで、まあ、私も結構、食事食べに行った時に、お店の人とお話しすることも多いんですけど、本当にその、店員さんが楽しいところだと、結構飽きないですし、そういったところをね、本当に、紹介とかたくさんできたらなと思ってるんですけど、なかなかね、やはり登録者もそうですし、まあ見てくれる人もまだ数十人レベルなんで、せめてね、100とか何百単位で見てもらわないと、うん、紹介するのもちょっと悪いかなと思っちゃうんでって。まあ、できればね、チャンネル登録とか、まあ、コメントとかね、していただけたら、まあ、多少なりとも、いろんな人に見てもらえる、きっかけになると思いますんで、すいませんけども、できましたら、チャンネル登録をしていただけたら、とても嬉しいです。まあ、何か、いろいろ、こうした方がいいんちゃうかとか、まあ、何かアドバイスとかありましたら、
メッセージとかですね、入れていただけたらとても喜びますので、よろしくお願いいたします。